借り高ならリパス G 徹底解説というのもですね、非常に、大人気治療であります気道増大なんですけれども、日々多くの患者さん受けていただいてますよね。はい、はい、今そのうちのクリニックって東京、千葉、はい、大阪、福岡でやってるんですけれども、はい、なんかこの地域は気道増大人気だなとか、なんかそういうのってあった。やっぱり大阪、福岡は人気、特に人気っていうのは感じますよね、うん、これ実際なんかあるんですね、その県民性的な部分とかあるのかな、はい、おっしゃられた通り、なんか大阪は結構増大治療とかのご相談は非常に多いですよね、うん、そう、割合的に言うとね、はい、まあ多分包茎治療は究極他の病院でもできるけど、はい、リパス G だけはうちでしかやってないので、はい、それで集中するんじゃないですか、ね、はい、割合的にはね、はい、まあ、今ちょっと質問しようと思ったんですが、はい、たくさんクリニックがある中で、はい、まあ、これだけ多くですね、はい、多くの患者さんに、まあ、うちのクリニックが選ばれる理由とは何でしょうかという質問をしたかったんですが、はい、これやはりそのリパス G を求めて受けられる方が多い、まあ、気道増大 に関してはそうですだと思いますね、うんうん、まあ、実際にうちのクリニックで受けられる方はまずそのいくつかある素材の中でも、はい、まあ、リパス G を注入される方がほとんどですが、はい、まあ、今回はですね、ちょっとこの気道増大のリパス G についてちょっと改めて、はい、先生に詳しく解説をしてもらいたいと思います、はいはい、ではまずですね、このリパス G とはどういうものなのかというところなんですが、はい、まずは成分、はい、このリパス G とはどんな成分なんでしょうか。過強デキストランという、まあ、デキストランという物質ですね、はい、でこれは多糖類の部類なんですよ。いわゆる、うん、まあ、ブドウ糖とか糖類の一種ですね、うん、はい、でデキストラン自体は医療用にも使われてるんですよね。そういう例えば、まあ、尿管逆流症とかそういう病気に対してその詰め物としてそういうところに入れて組織を膨らませて逆流を阻止するような物質としても使われてるんですよね、うん、まあ、要はその組織を膨らませる物質として気道に限定したものではないんですよ。ああ、なるほど、はい、そうなんですね。なのでもう医療用にも安全性は確立された材質ですね、デキストラン、うん、はい、今この過強デキストラン、はいはい、とおっしゃられました、はい、過強っていうのはこれどういう意味ですか。過強、まあ、要は、まあ、クロスリンクって言うんですけど、その分子レベルでペチャってならないように、はい、高さを体積が出るようにちょっと結合させた形ですね。はいはいはい、この長い鎖状のものじゃなくてこう積み上げてあるように塊した状態にしたものが、はい、その過強されたものですよ、ね、なるほど、まあ、ヒアロン酸とかも結構過強されてるんですけど、はいはい、高さを出したり吸収されにくくされるためですね、うんうん、はい、それと一緒ですね。なるほど、はい、ちょっと基本的な質問なんですけれども、はい、このリパス G に関してはこのヒアロン酸やコラーゲンなどの、はい、まあ、他の注入剤とどういった違いが、はいはい、あ、これ決定的に違うのはデキストラン自体がずっと残るわけではないんですよ。入れた注入剤がリパス G によって自分の組織と入れ替わっていくんですよね。反根化といって、はい、まあ、ちょっと炎症をあえて起こさせて硬くしていくんですよ、うん、自分の組織を、あ、で盛り上げていくんですよね、はい、そういう素材なんですよね。全然違うんですよね、はいはい、いやヒアロン酸とかコラーゲンとかむしろそういう炎症が全く起きないようにした物質なんですよね。なるほど、でボリュームを出す、ただもう 100% 吸収されちゃう。もともとヒアロン酸っていうのは皮膚の結合組織の中にあるものなので、はい、もう 100% 吸収されちゃうんですけど、うん、リパス G のは全然違うものですね。だから逆に炎症を起こさせて硬さを出す高さを出すことで、うん、ボリュームを永久的に出させるものですね、うん、じゃあ、まあ、イメージ的にはヒアルロン酸などはその液体を入れることで膨らませる、その液体によって膨らませるというのと、うん、気道のリパス G に関しては組織を硬く、そう、大きくするというか、そう、最終的には自分の組織になるんですよね、はい、自分の組織が膨らんでいる状態になります。なるほど、はい、じゃあもう根本的な作用が大きく異なるということですね、はいはいはい、さっき先生のお話にあったようにちょっとその注入をした後にあえて炎症を起こさせるというお話があったんですけれども、はいはい、まあ、ちょっと客観的に聞くと少し怖いような感じもするんですけれども、はいはい、この安全性という面については、はい、どうでしょうか。デキストランというのはもともといろんな、ね、医療の分野の使われている物質で安全性はもう確立されてて、うん、で実際そのリパス G を行って特にその
安全性に問題が起こることはないですね。なるほど、はい、じゃあその、まあ、炎症を起こして組織を反抗化させるとは言っても、まあ、特にそういった体に害はないと、はい、いうことですね、はいはい、あとはですね、実際にこう患者さんからよくいただく質問として、永久的に残るということで、長期的に体の中に残ることで、はい、副作用が出ないかとか、はい、あとは発がん性があるんじゃないかとか、はい、っていうふうに質問いただくこともあるんですが、はいはい、この点に関してはいかがでしょうか。ないですね。そのお話は、その入れた注入剤自体はほとんど吸収されて、はい、自分の組織に入れ替わるので、うんうんうん、その長期的に問題が起こることとか、その発がん性もないですね、うん、はい、まあ、そもそも残らないという、残らないです、ね、そうですね、はいはい、あとはですね、ちょっとこれもまた気筒増大の治療についての基本的な質問なんですけれども、はい、まあ、こういった気筒増大の治療で起こり得る副作用や合併症など、はい、まあ、これはリパスに限らずですね、はい、何かそういったものはあったりするんでしょうか。はい、主に2つあるんですね。で、一番は起こってほしくないのは、やっぱその気筒が壊死してしまうような状態ですね。これは注入剤を入れすぎたり、間違った層に入れたりすると、気筒が壊死してくぼんで、潰瘍みたいになっちゃう、はい。最終的には別に全部取れるわけではないんですけど、潰瘍ができて、ポロポロくぼんだ状態になっちゃうことがありますね。はい、だまあそうならないようにするためには、もう信用できるドクターのところで、治療を受けるしかないですね、うん、はい、もう一つは、その数年後経ってからボコボコするっていうのがあるんですね。でこれはどんな素材でも起こり得ます。基本的にはゼロじゃないんですよね、うん、後から例えば2年後3年後にちょっとこうしこりみたいなのが触れるとか、はい、そういうことはあります。でこれは、まあ、ヒアロン酸でも起きたりすることはあるんですけども、うん、僕はほとんど経験ないので、やっぱりこれも入れる、ね、層とか場所によったり、その技術的な問題だと思いますね、はい、でリパス G に関してはそういうボコボコになることは ほとんどないですね。ゼロとは言わないんですけども、はいはいはい、ほとんどないですね。なるほど。あとはですね、実際にこうお越しいただく患者様の中には、はい、過去何回か、はい、気筒増大もすでにされている方などもいらっしゃるんですけれども、こういったその安全性という点に関して、その回数を重ねていくと、そういったリスクって高まったりするんですか。やっぱりそう、リスクは高まります。それは高まるんですよね。その壊死とかそのボコボコする可能性もやっぱり繰り返すと上がりますね。それは間違いないです。やっぱり回数をかけるとその分リスクとかも増えてくるというところですね。ではあれば、もうなるべく1回でというか、もう少ない回数でもうしっかり効果を出せることが一番望ましい。そうですね、その通りです、うん、まあ、そういう点でもやっぱりリパスジーが一番おすすめはしますけどね、はい、まあ、増大効果についてなんですけれども、はい、実際にこのヒアルロン酸などの素材を入れた場合のこう増大効果と、あとはリパス G を入れた場合の増大効果、ここに差はあるんでしょうか。柔らかいんですよね、ヒアルロン酸は。なので、はい、高さが出にくいんですよね、はい、ヒアルロン酸って。あとすぐ吸収されちゃいますね、はいはいはい、なのであんまり僕はお勧めしてないですね、ヒアルロン酸はね。やっぱり効果が早いんですよね、なくなるのがね。もうすぐなくなっちゃうって感じですか、うんうん、じゃあその液体自体も柔らかいから膨らみづらい、うん、そうですね、うん、でたくさん入れることはできるんですけど、ね、逆にね、ヒアロンさん、はいはいはい、まあ、何 cc でも結構入るんですけども、気筒にね、うん、柔らかいので、ただ効果が弱いですね、うん、だいたいマックスどれくらい入るんですか。ヒアロンさんは、まあ、6cc とか 7cc ぐらいは入ると思いますけどね。でも結構な量ですよね、はいはい、そう考えると。ちなみにリパス G の場合はどうですか。リパス G はその半分ですね、だいたい最大 4cc 前後ぐらいですね、うん、はい、じゃあある程度やっぱ入れられる量は限りがある。そうですね、はい、まあ、入れられる量が少ないということなんですけれども、はいはい、それでもある程度そのヒアルロン酸と同じように増大効果を出せる。そうです、ヒアルロン酸より入れる量が半分でも効果はもっとありますね。あ、それがその最終的に自分の組織の硬い組織に入れ替わるので、はい、その点で増大効果っていうのはその違う物質だとその何 cc では比較できないですよね、はいはい、ヒアロン酸とか非常にたくさん入れてるのに効果が弱いですね、うん、はい、であればもう最初からリパス G で入れる方がまあ回数とか含め、まあ、持続性とか、はい、まあ、効果っていう面で見ても効果は圧倒的に高いということですね、はい、そうですね、はい、実際にこの治療に関してなんですが、はい、こういった注入剤っていうのは主に気筒のどの辺に入れるんでしょうか。入れる場所は主に増大効果を目的の場合はその下痢のところを中心にね、はい、入れますね、うん、まあ、走路の場合は全体的に入れるようにしてますね、うん、はい、あ、気筒全面的に、気筒全体的にまんべんなく入れるようにしてますね、はい、
結構イメージ的には、はい、その気筒を大きくするということであれば、はい、全体的に入れた方が全体的に大きくなるんじゃないかというイメージもあるんですが、はいはいはい、これはその狩りの周囲に入れた方が変化は出しやすいんですか？そうですね、その通りですけど、うん、まあ、あとは量はもちろんね、希望される量が多ければもちろん全体に入れたりもしますね。あ、なるほど、はいはい、3cc とか 4cc でも、うん、その、まあ、狩りの周囲に注入することでしっかりと形を変わると、うん、サイズも変わるということですね、はいはいはい、あとは実際にこの効果の面でその注入する意思によって、はい、例えばじゃあ 4cc 入れるとなった場合に、はい、例えばドクターによってその 4cc の効果っていうのは違ったりするんですか？じゃあリバース自体はほとんど僕でしかやってないので、あ、そうか、比較しようがないですね。比較しようがないですね、はいはいはい、ヒアルロン酸の場合はどうですか？ヒアルロン酸は違うと思いますね、深すぎると効果がないんですよね。で浅すぎるとこうさっき言ったボコボコした感じになるので、はいはいはい、ちょうどいい深さがあるんですけど、その深さに入れないとやっぱりたくさん入れてるのに効果が出ないっていうのはよくある話です、ね、うん、過去に何回か人添えされてる患者さんとかたまにいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、前回はやっても効果がなかったと、はい、もう直後から全然わからなかったというような方もいらっしゃるんですが、はいはい、そういう場合やっぱり入れ方の問題、入れ方の問題が大きいと思いますね。なるほど、はい、じゃあ結構あとはそういうぼったくりクリニックで実際入れてないとかね、あ、ほとんど入れてないとか、まあ、ゼロじゃないんですけどね、ハズレを聞くこともあるわけですねひどいクリニックもありますね、はいはいはい、じゃあまあそれなりのまあ結構なコストをかけてもまあクリニック、まあ、ドクターによっては思うような効果が得られない場合もあると。ではもうやっぱりここはクリニック選び、ドクター選びというところはもう慎重に考えていただきたいというところですね。では最後に先生まとめとして、これまでの話を踏まえて先生が最もおすすめする注入剤はリパス G ということで、その通りですね、はい、リパス G が効果も永久的ですし、うん、しっかり高さも大きさも出ますので一番おすすめです、まあ、実際に今の話を聞いてみると、まあ、比較をして、まあ、メリットという点で考えると、まあ、リパスを選択するほかないかなとは思うんですが、はい、まあ、素材はいくつかありますので、はい、皆さんぜひ、そうですね、はい、うちもリパス G 以外の素材やってますからね、はい、可能ですよ、はいはい、治療は、東京、千葉、大阪、福岡で全ての治療は、僕が担当しておりますので、リパス G に興味を持った方、ぜひ相談ください。では、この動画、参考になった方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。